もしかしてここに隠れてる小川さんお願いします。動かして見えない。動かして見えないですよ。栃木ではね、何回かねご一緒したいことがありましてですね、その時には必ず一緒に何かやろうよって言って一緒にやるんですね。よいしょ。でトラッド1曲小川さんと一緒にやりたいと思います。She moved through the fair というね、あのトラッドを一曲やりたいと思います。恋人同士がいて結婚を約束してるんですよね。でもうすぐ結婚できるかなってこう思っていったところですね、多分親に反対されたのかな、ね、でこう叶わなかったわけですよ。で多分彼女はこう彼女は消えてったっていう歌詞があるので、きっと彼女はと思うんですけど、やっぱね不思議なのが幽霊になって現れるんですよ、枕元に。その男性のすごい曲だなと思うんですよ。そう現れるんですよ。アイルランドのトラッドの中でもなんか一番不思議な意味がよく通じないような、はい、そう私は、ね、白鳥になって消えていくとかね、いろいろ不問な人がね、なんかどんな、あとはそう、シームズスルーザフェアというの市場をか、その女の人が通り抜けていくというタイトル、そこだけ聞くとまたなんか生きてるような感じでこうね、何かちょっと3番、大体3番4番に分かれてるんですけれども、1番1番がこうなんかこう繋がってないような、繋がってるような、なんかこう不思議なね、日本語で訳すとどうなんでしょう、訳詞で歌うと、訳詞で歌うってどうですかね。ねえ、でも不思議ですよ。最後なんてね、幽霊になって彼女が現れて彼の耳元で囁くんですよ。私たちが結婚するのももうすぐねって言うんですよ、ね、怖い怖いもうすぐねっていう耳元で囁いたって言ってこう終わっていくわけなんですけど、そういう余韻を残して終わるんですね。そういう不思議な雰囲気も出るといいかななんて思うんですけれども、大丈夫でしょうか。
is when the sun awake, like the swan in the evening moves over the アレンジになりました。こうね、リハの時には違う感じでやってたんです。